おはようございます。2014年12月11日木曜日、6時5分になりました。ちょっとね、あったかいっていうのも変ですけど、厳しい寒さがちょっと緩んだんで、朝もそれほど強烈な寒さではないという感じですけども、とはいえね、もう12月がそろそろ中盤になってきて、というかもう今週もあと今日明日で、来週1週間で実質終わりみたいなもんですよね。もう最後の週って23が祝日ですから、月曜日って1日休みがあって、でもう、水木金3日間でもう年末の休みに入るかと思いますけども、まあそんなね、そこにまたクリスマスもあるし、忘年会だのなんだのかんだの挨拶回りだのいろいろあって、結局もう、実質来週で、仕事は終わりのような感じになりますよね。まあただ、まあ、最近はそうは言ってもいろいろね、わたわたしながら年末年始も仕事しちゃう人たちも結構いっぱいいますし、それだけ多様化してるという中ですけども、とはいけ、いよいよ、日曜日は選挙なんで、行って、ください。私はもうとっととですね、ちょっと予定があるので、不在者投票をしてきましたんで。さて、そんなところで、今日はですね、IT メディアから03番号を利用できるスマホ、日本通信が発売っていうことで、なんじゃそりゃって感じですけども、03から始まる番号でスマホなんですね。これはもうどうなんだろうっていうね。なんか東京にいるような、東京のオフィスのようなふりをして電話をするとか、電話を受けるっていうことが、地方にいてもできるっていうのはちょっとこれは面白いかなと。だから住所だけね、郵便物とかの住所だけなんとかしとけば、そしたらあとはなんとなく東京にオフィスがあるよみたいなことを勝手に思わせることができる。勝手に思わせるっていうのも変な話ですけども。で、あるいはね、こういうスマホを使えば、例えば地方の在宅ワーカーとかをの人にお願いして、電話の受け答えとかね、あるいは営業電話をかけてもらうのにも03からの発信で、できるようになるということになるんで、まあひょっとしたらこういうのが広まってくると、いろんな応用が効くのかなという気もしますし、ただまあ一方で広がってくるとね、今度03っていうのが別に東京じゃないっていうのが広まってきて、だんだんそのこういう市外局番っていうのがあまり当てにならなくなってくる、ようになるんでしょうね。まあどっちにしても電話番号っていうのは枯渇していくので、そういう運命にあるんだろうなという気がしますけども、まあね、ちょっとびっくりですね。03を使うっていうのがなかなかまあいろいろ面白いことができるんでしょうけども、ただね、ちょいとオレオレ詐欺とかに使われそうな気がして、かかってきた電話の番号で03なんちゃかんちゃらって出てきたら固定電話のように思ってしまいますからね。でそれでなんとか事務所のものですけどとかっていう話をされたら、劇場型っていうやつね、最初携帯でかけといて、その後東京の事務所からこういう電話が入るって言って03でかけて東京の事務所であるかのように見せることとかできたりしちゃうんで、どうなんでしょうね、こういうのが出てくると。わかりませんけども、まあそういうことにならないようにというのと、まあどっちにしてももう番号がどうこうっていうのはね、当てにしても意味がないのかなという、そんな時代に入ってきたのかなという気がします。でまあさらに言えば、そういう番号といろんなものが紐付けられていって、今はねナンバーディスプレイって登録してないとその番号が分かってもそれが何かが分からないですけども、もうそのうちそういうものがどんどん紐付けされて、番号が出るイコールもうどこからかかってきてるとか、そんなのが分かるような時代に入っていくんでしょうね。まあそういうふうに
なってくる可能性もあるし、またそうやると今度一方でプライバシーの問題は確かに大きくて、非常に厄介な話にもなりますからね。その辺のさじ加減というか、そこら辺が非常に難しくなるとは思いますけど、まあちょっとこれはどういうふうに今後ねなっていくのか、ゼロさんも増えていくのかな、なんかよくわかりませんけども。さて、そんなところで、今日はこんな感じでお送りしましたけれども、そうですね、まあ、今週末、さっきも言いましたけども、選挙をぜひとも行ってください。でもって、これは私からのお願いなんですけども、お願いというかね、ぜひ投票に行って、でもって、エネルギー政策ね、本当、この点は私が一番気にしてて、で、まあ、その原発反対とかっていうのはいいんですけども、原発反対して、それでどう解決するのかっていうところまでちゃんとね、言ってる政党っていうのが非常に少ないので、その辺もブログとかにね、ちょいっとだけ、分かりやすくっていうか、もうすんごい大雑把にまとめたりしてますんで、よかったらその辺見て参考にしてください。でないと、現政権のままでいくとですね、もう原発再稼働どんどん始まると思います。まあ、そうせざるを得ないという、ね、結局は、エネルギーを海外に依存してる日本は、為替レートだとか、その原油の値段とか、それに右往左往されるね、現に今もそういう状況になってるんで、これ今円安なんですけども、ただね、原油の値段がすごい下がって暴落してると言っていいぐらい、原油の値段が下がってるので、円安でもなんとか、これで持ちこたえてるんですけども、もしこれ原油の価格が下がってなかったりすると、円安ですごい打撃を受けて、めちゃくちゃいろんなものが値上がっていくんじゃないかなと、そんな気がしてます。なので本当、そのエネルギー政策ってすごく重要なんで、特にそれなしではね、もうとにかく福祉だの何だの言ったって、そのベースのエネルギーの部分がどうにもならないと全て動かないんじゃないかなと思ってますんで、ぜひそういうとこをねしっかり見て、で、そのまた原発で行ったらええやんっていう考え方なのか、いやちょっとそれは待てよというんであれば、その待てよと言ってるところ、ただ反対っていうだけじゃなくて、反対するならばそのね、発電した分の代わりをどうやってやっていくのか、で自然エネルギーとかっていうのもいいんですけども、ただいきなり全部自然エネルギーはできないですから、その間の間をどうやって埋めるのかっていうね、そこまでしっかり考えているところをぜひ選んでいただきたいなというふうに思います。今日はなんか全然違う話になりましたけども、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。